柏木さんはなんで二股とかしてるんですか？え、なんで？暇だから。いやいや、暇だからじゃないよ。暇だから二股とか最低でしょ。二股できるってさ、やっぱお前どっか破綻してんだよ。好きとか嫌いとかさ、そういうんじゃなくてさ、もう一回さっぱりして。殴られるのって嬉しいんですか？私を好きなんだなっていうのは確認できるんだよね。え、なんていうアイドルなんですか？いちごちゃんです。いちごちゃん？はい。毎年5月2日になると海岸に行って花束を捧げてるんだ。その人に会ってみようかなって思ってんだよね。もう十分ですって伝えたくって。俺が間違っててお前が正しいのかよなあ。俺もお前も間違ってんだよ。正しい恋愛なんてねえんだよ。羨ましいわあいつが。俺もちゃんと好きな人が欲しいよ。好きってどういうことなんですか？ありがとう。ちゃんと好きだよ。はい、大好きです。好きになってもらえなくてごめんね。自分にしないで。無理。じゃあさ、もうちょっと頑張って別れようよ。好きな人にですか？あ、はい。うまくいくといいですね。